片岡です、今日はですね、米俵を作ってみたいと思います。時期的にはちょっと遅いかもしれませんけど、なぜか米俵を作ってみたくなりました。はい、それでは練り切りの重さからいきます。薄い黄色、薄い黄土色といった方がいいでしょうか。薄い黄土色 24g、そして中餡が 13g です。はい、ではいきましょう。まず、黄土色練り切り、薄い黄土色練り切りを伸ばして、あんこを包みますね。ね、包んだら俵型にします。文字通りの俵型ですよね。そしたらですね、この三角ベラの一本線で、筋を入れますね。中心にまず入れます。そして、どんどん等間隔じゃなくても大丈夫、米俵だからそんなにね、神経質になる必要はないと思います。こんな感じで細く線を入れていきますね。入れとこうか、片方終わったらもう片方を入れていきますね。はい、全部入ったらですね、今度は反対側の交差するように、今度2本ですね、2本線を真ん中にまず入れて、そして両側に、縄ですよね、藁を、縄で縛った感じ、これで完成なんですけれども、ワンポイント金粉をちょっとつけます。お米ね、宝ですからね。はい、これで米俵完成です。なんか小判が出てきそうな、ね、気もしますけれども、はい、これで米俵の完成です。ありがとうございました。